もう一回。こちらではトーチケーブル内蔵ロボットによりますワイヤー切り替え溶接システムをご覧いただきます。こちらのロボットは弊社のトーチケーブル内蔵ロボットで、背面にワイヤー切り替え装置を搭載しております。またこちらもちょっと見えにくいのですが、弊社の溶接電源ボトウェルド LA350、 この2つによって構成されております。この装置ではワイヤーの切り替えが可能ですので、ご覧のように1台のロボット、1台の溶接機で異なった素材の溶接が可能となります。今回は実際にワイヤー切り替え動作をご覧いただきます。サスワイヤーからテフワイヤーへの切り替えを行います。まずはじめにワイヤーカッターにてワイヤーをカットいたします。続きましてサスワイヤーをリトラクトし、ワイヤーの経路を変更した後に鉄ワイヤーのインチング動作を行います。最後にもう一度ワイヤーカッターにて鉄ワイヤーの長さを調整いたします。弊社の溶接電源では鉄、サス、アルミなど様々な溶接に対応しております。また交流溶接も可能ですので、薄板ワークの溶接にも対応しております。それでは実際に引き出しを行います。今回は板厚 2.3mm の鉄板にビードをし、マグガス 2.4 溶接を行います。溶接条件は 150A、 17V、 毎分 0.8m で、溶接を行います。実際に火が出ますので、アークを直接ご覧にならないようご注意願います。ではお願いします。このように高品質な溶接が可能となっています。それではもう一度ワイヤー切り替えを行います。このシステムではトーチケーブルをロボットアームに内蔵することが可能ですので、ご覧のようにロボットアーム周辺は干渉物のない非常にシンプルな構成となっております。それではもう一度溶接を行います。今回は板厚 2.0mm の撮影材にビードをします。またマグパルス溶接を行います。溶接条件は 110A、 22.5V、 溶接速度は毎分 1.0m で溶接を行います。今回も実際に火が出ますのでご注意ください。お願いします。ご覧のようにサス内のマグパルス溶接におきましても高品質な溶接が可能となっております。